はい、どうもこんにちは。今回の動画はですね、立ち上げ中の120センチ水槽に、いろいろな発酵食品を入れるという内容と、後半ではですね、水槽のオデーを、入れてバクテリアを、定着増殖させるという動画です。それではどうぞ。注水してですね、2、3日経ったのかな。水はちょっと透明になってきたんですが、もうちょっとバクテリアを足したいなと思っていまして、でまだ水草も植えていないし、魚も入れていないので、いろんなバクテリアとか酵母菌とかね、そういう微生物を入れてみようと思って、乳酸菌飲料とキムチと、納豆を入れてみようと思います。全部入れるとちょっと量も多いんでね、ごく一部を。で、増殖すると思うんで、環境が合えば。というわけで、残りは食べて、残りはっていうかね、一部は食べて、一部は水槽に入れたいと思います。納豆のパックのこの、こうフィルムが乗ってるじゃないですか。これ乗ってないな、フィルムが。上にフィルムが乗ってるじゃないですか。フィルムにこうネバネバがついていて、すごい納豆菌がいるから、そのこうフィルムを水槽の水の中でこう泳がせて洗うことによって、納豆菌を水槽の中に入れるっていうのをしてる人がいて、なるほどと思ったんですよね。そうらしいですね。こう水槽動画を見に来たはずなのに、一体何を見せられてるんだろうと思う方は、飛ばしてもらって、あるいはブラウザバックで、ね、他の動画を見てもらって。納豆菌っていうのはどうなんでしょうね。水槽の中で生き延びてくれるんでしょうか。そして良い働きをしてくれるんでしょうか。納豆自体は食べてね、でこの容器の方に残ったネバネバを水槽の中に入れたいと思います。で、次はこれですか、キムチ。キムチの中には乳酸菌がたくさんいるんですかね。乳酸の酸っぱさ、乳酸というかキムチの酸っぱさは乳酸の酸っぱさだと、聞いたことがありますが、アクア動画のはずが、飯テロ動画になってたらごめんなさいね。これどうしようかな。一部、ここに入れて、どうしような。これは、ジャブジャブ洗うだけにしようかな。はい、というわけで、いただきます。美味しい。キムチも美味しいですね。じゃあ先ほどね、食べた納豆とキムチの余りというか、それを入れていこうと思います。納豆はネバネバしてるんで、この F でね、石の上とか流木の上に乗ったソイルをチャチャチャってするために F で持ってたんですけど、まさかこんなところで使うとはね。こんな感じで、乳酸菌は乳酸菌飲料もあるので、こんなぐらいでいいかな。では納豆ですね。納豆菌、この水槽に適合すれば増えてくれるでしょう。最後はこれですね、乳酸菌飲料。全部入れると多いと思うんで、あらかた僕が飲んで、残りを水槽に入れる感じにしたいと思います。入れます。乳脂肪です。
かね、この白いのはね。まあこの脂肪分がバクテリアたちの餌にもなって、初期の立ち上がりが進むかな、バクテリアの立ち上がりね。まあ生態に影響はないでしょう。まだまだ先だから、生態を入れるのは。それまでにまあ何回か水替えもするしね。発酵食品を入れてからですね、1日か2日ほど経ちましたね。まああの乳製品、乳脂肪のね、あの、あれを入れてちょっと白く濁ったんですけど、その時は。まあでも今は透明ですね。で今度はですね、これを入れようと思います。インフゾリアの元、インフゾリア、まあ原生生物、原生動物ですかね。ゾウリムシとかアメーバとかそういう系のことを言ってるんだと思いますけど、アクアショップで売っていました。あの冷蔵庫にね、普段は入れてるんですけど、まあこれを水槽に巻くと、まあ卵が孵化するんですかね。どういう状態かちょっと分かんないですけど。でまああの主に有機物を分解してくれるということで、これも巻きたいと思います。このぐらいですかね。で、あの説明書きによると、そのフィルターの表面というかね、あの、まあ、そういうところに定着してっていうか、有機物を分解するようです。でインフゾリアを入れたんですが、まあ、やっぱりバクテリアが一番効くのかなってことで、このねウールマットをちょっと絞りまして、まあ、ちょうどウールマットも交換した方がいいかなって感じで、汚れてきているので、ウールマットをこうもみもみして、でバクテリアを120センチ水槽に移したいと思います。まあ、この中にね、あの消化細菌、主にね、消化細菌がいっぱいおるかと思うので、これをまあ、移していこうと思います。軽き抜きをした水道水です。まあ、この中で、もみ洗いをしたいと思います。まあ、あのアクアリウムの立ち上げでやっぱりこう一番必要で、その立ち上げに時間がかかる、あのバクテリアの定着と増殖に時間がかかるのはその消化細菌やと言われているので、まあ予想の水槽からこういうね、こういうのを持っていくのが一番かなという感じですね。入れていきます。まあね、こう新しい、せっかくのこの綺麗な水槽に何してんねんと思うかもしれませんけど、まあ、こういうこのドロドロの中に、まあ良いバクテリアというか水をね、まあ綺麗にしてくれる、まあ、消化っていうことなんですけどね、あの硝酸を作るから最終的に、だから消化っていうんですけど、そういう消化細菌がおると見込んでこういうことをしております。まあ、これでまたしばらく回したいと思います。はい、どうもご視聴ありがとうございました。次回はですね、外部フィルターにバクテリアを入れて回すという動画になります。それではまた。